広島大学佐竹メモリアルホールは広島県東広島市の広島大学東広島キャンパス敷地内にある多目的ホール。本格的な音響設備やオーケストラピットを備えた設備は全国の総合系国立大学では初めてのもの。1999年に広島大学は創立50周年を迎え同窓会を中心に 広島大学創立50周年記念事業講演会を発足。記念事業の目玉施設として、講演会や地元企業による寄付により建てられた。名前に関する、佐竹とは、その中で多額の寄付を行った東広島市内に、本社を置く佐竹及び、佐竹家のことで、地域住民に広く開放することを条件に、総事業費、約15億円のうち約7億円を差。 竹が拠出した。設計は大成建設、思考は大成建設、鹿島建設、清水建設、JV。2002年3月着工、翌2003年2月に竣工同年5月31日に落成式が行われ、翌6月1日に落成記念オペラ、椿姫が開催された。宿泊や食事ができる、学士会館と構築している。 国際会議にも対応し、学会等の学術活動、音楽や演劇等の芸術活動、同窓会や学生の課外活動を支える、諸行事のほか、地元地域との交流の場として利用されている。外観は、グランドピアノをイメージしたもの。ホール形状は六角形型、舞台床に桜の木材、客席壁面は奈良のレンツけ材、床はカバのフローリング材を使用している。 どんちょうは、平山育夫作、月光流さらくだ行。ピアノは、スタインウェイフルコンサートピアノ。郵便番号739-0046広島県、東広島市鏡山一丁目にのに、ありがとうございます。